ビジネスフラッシュ。今回は過去に自己破産を経験しながらも社員、日本の明るい未来のために立ち上がった男、株式会社コーウェル宮本賢治が登場。さらに薬局と患者の架け橋となっている画期的機能を備えた電子お薬手帳を紹介。その生みの親増田光弘に誕生のきっかけから運用方法まで語ってもらった。この後すぐ。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。じゃあ来ます。さてさて、はい、今レンタルできるものすごく増えたじゃないですか。いっぱいあるね、はい、お二人はこれよく使ってるっていうレンタルサービスなんかありますか。レンタルカーはこの間使わせてもらったね。そうですか。地方に行って便利なんだよね。ね、そうですね。私もよくあります。ビデオね、まあ、ビデオとかですよね、うん、CD とかが多いですけれども、うん、お前ら何か何か新しいの。いやそうそう、新しいレンタルものを扱ってらっしゃる企業様がいるので最初にご紹介したいと思います。 LED 照明と最新空調機器のレンタルや損保による製品5年延長保証というビジネスモデルを展開しているこちらの企業様です。代表を務める会社の経営が行き詰まり自己破産。もしあなたが同じような境遇になったらどうしますか。会社の社員や取引先に申し訳ない、世間の風当たりも強そうだ、ああもう二度と社長になんてなれないな、絶望的な気持ちになり立ち直ることで精一杯で新たなことに挑戦するなんて不可能だと感じるだろう。そんな中、自己破産を経験しながらも共に働いた社員のため、生まれ育った日本のために再び立ち上がり、現在急成長を遂げる会社の代表を務める不屈の精神を持った男がここにいる。株式会社コーウェル代表取締役社長宮本賢治。 LED 電球のレンタル事業を行っている株式会社コーウェルが生まれたきっかけ、それは当時東日本大震災を経験し電力不足で明かりの少ない街並みを見た宮本が、 LED 電球なら少ない電力で環境にいいし低コストでこの街や沈んだ日本を明るくすることができるのではないかという思いからだった。多くの人に満足してもらえる LED 電球を提供したい。そして一度倒産してしまった会社を超えるという信念のもと、社名をコーウェルと名付け、2009年の立ち上げから6年で社員は100人、年商28億円まで会社を成長させた。まさに絶体絶命からの復活。そんな不屈の精神を持ち共に働く社員、日本の明るい未来を一番に考え日々奮闘する宮本賢治に話を聞いた。当然やはり一度私は倒産をして自己破産までしましたので、もうその時点においてはですね、もう二度と経営なんかで社長になんかになれないというふうに思っておったんですが、特に日本はね、そうです、失敗した方の人の方が絶対キャリアになっていいんですよ、うん、人によりますけどね社長ね、はいはい、だけど日本の場合は失敗すると、監督業もそうなんですけど、はい、一回失敗するとダメな監督ってなっちゃう、それじゃ育たないよね、うん、
そうですね、まあ、きっと僕の友人はですね、まあ、僕のその苦しい状況の中で、当然僕自身はもう給料半年間ぐらいは給料も取らずにですね、まあ、その社員の転籍先、再就職先に奔走してましたし、もちろんご迷惑をかけてしまうお取引先さんにも足げに通って事情を説明して、誠意を見せて対応してましたので、まあ、そういう姿を、まあ、見てというか聞いて、きっと友人はこいつだったら大丈夫じゃないかという形で信用してくれたんじゃないかなというふうに思っております。自己破産を経験した宮本だが、2009年に起業した株式会社コーウェルは現在年商28億円と驚異的な成長率を誇る。続いては LED 電球レンタル事業の詳しい内容について聞いた。当社はですね、はい、LED 照明のメーカーなんですけども、うん、まあ、工場は持たないファブレスのメーカーでして、まあ、製品もそうなんですけども、実は一番は売り方に特徴がございまして、まあ、皆さんご存知のように LED 照明っていうのは非常に電気代が大幅に下がるんですけども、はい、その下がった範囲内でレンタルをしてるっていう売り方を取っておりまして、下がった範囲内でレンタルをする、はい、もし電気代が下がらなかったり照明が気に食わなかったらいつでも返していいですよという、はい、まあ、違約金ですとかそういった、まあ、工事料とかも一切取らずに何のリスクもなく返すことができるっていうやり方をしているのは、日本全国当社オンリーでございます。そういう保証まで責任持てますか、はい、だって大変ですよね、はい、まあ、それだけ製品に自信があるので、うん、もちろん返してほしくはないんですけども、はいはい、お客様が本当に電気代が下がっていて、うん、そして照明演出に問題がなければ、はい、返す理由ないですよね、ですね、ですから我々は商品に自信があるので、そういう縛り返していけませんよ、違約金は必要ですよっていうことをつけずに、うん、レンタルをしてるっていうことです。今日もお持ちいただきましたけど、はい、どんな特徴があるんですか、なんか光が違うような気がするんだよ、そうですよね、まず大事なのはですね、私どもは家庭向けはなくてですね、うん、ほとんど業務用でして、うん、まあ、店舗で使っていただいてるんですけども、うん、まあ、演出性も大事なんですが、この見た目ですね、はい、今までこれハロゲンランプ代替なんですけども、はい、こういうイメージあります、はい、今使ってるハロゲンランプから置き換えても見た目がイメージがまず変わらない、はい、そしてここから照射される明るさ色合いも変わらない、うん、それで飲食店さんなんかでは多いんですけども、調光、例えば昼間は明るくして、うん、夜は何かこういいデートとかですね、ムーディーな感じしたい時は調光ってこう絞るんですけども、はい、まあ、ここに調光器があるんですけども、このようにこう暗くしたり明るくしたりっていうことも、はい、私どもの LED 照明はできるようになっておりまして、見たことないね、はい、なんか LED はできないよね、でパキッとした光の、はい、スカッと眩しいっていう ね、イメージありますけど、すごい柔らかくて温かみがありますね、はい、うん、ありがとうございます。信じられないね、全然違うイメージだね、うん、当時金融機関から融資を受けることができなかった宮本は、外資系企業に融資を求め、ある企業にプレゼンに向かった。そこで今でも忘れられないある出来事があったようだ。もう最初に挨拶してから、はなからなんか興味ない感じで、こう企画書でもこうパラパラっと、うん、先にパラパラっと見てポンと閉じて、もうこうしかめ面をしてこう聞いてるんですね、うん、なんでだろうと思って、まあダメだったらしょうがないやと思って、ご質問は話し終わった後に ご質問はって聞いたら、うん、君の体重は何キロだって言われて、もう汗だくになってプレゼンをしてましたので、うん、はい、すいません120キロで、はい、はーっとこう首をかしげられて、うん、君ね、自分の体重もコントロールできない人が会社をコントロールできるのかいと。確かにアメリカとかではそういう、まあ、過去の倒産破産は別に逆にスキルになっていいけども、うん、体重のコントロールもできない人に出資はできないって言われまして、うんうん、あ、そうなんだと。でも断られ慣れてるので、なんとも思わずに普通にこう、うん、ありがとうございましたっていうことで帰るときにですね、まあやっぱり紳士なのでエレベーターホールのところまでこう送っていってくれるんですけども、うん、その時にですね、まあ、エレベーターが来て
僕が乗ってありがとうございましたって言った時にですね、この捨て台詞というかですね、最後の言葉がちょっと許せなくてですね、あのまあ向こうは僕の健康管理のためにまあそんなんじゃ社員がかわいそうだよと、要するに太りすぎは健康に良くないので何かあったら社員がかわいそうだよっていう意味で言ってくれてたと思うんですけど、僕はこう締まり際にお前に言われたくないわと思いまして、社員を愛してスタートした会社ですので、ですからその日のうちにですね、実は次のアポイントがあったんですけど、まあ時間がちょっと余裕があったのもあったので、一度会社に戻ってですね、ドアバーンと開けて俺痩せるからって言ってバーンと閉めて、また次のアポイントに行った、社員はキョトンとしました、そうですよね、何があったんだと、すごいすごいすごい、ちょうど感じる時にそのコメントを言われたんだ多分ストーンとな、まあだいぶリバウンドしましたけどね、その後いやいいですよ。続いては共に働く社員とコミュニケーションを図る上で株式会社コーウェルが行っていることについて、まあ、とにかくあの飲み会はしょっちゅうあります。月に何回もありますし、まあ、それ以外にもいろいろ交流の場として、うん、あのサッカーフットサルのチームを社内で、あの作りまして、あの僕はサッカー経験者ではないんですけど、まあ、交流の場としてあのいろいろ練習したり試合したりしてますし、あとはですね、まあ研修の一環なんですけども、毎年新入社員と一緒に富士山を登ってまして、毎年、はい、気が遠くなるなで登る前に言うんですね、あのお前ら日本で一番の山といえば幼稚園生だって富士山って言うと、二番知ってるかって言うと誰も答えられないんですね、だから二番じゃダメなんだ、俺たちは日本で一番になるんだって言って富士山登るんですよ。でこの登っていく工程の中でやっぱり一人じゃ一人の力なんか大したことない、みんなで励まし合い肩を支え合いながら登っていくっていう、この工程も大事なんだっていうことを富士山で学べるんですね。あえてね、一回も登ってねえもんな一回も登ってないですか。一回も登ってないですね飛行機の上から見ちゃってる、ね、綺麗だねっつってもね本当にこう手を合わせたい気になりますね、上から見てもさ、俺なんかもう痛めちゃってるからあれだけども、はあそうか、3回くらい登ったことにしておこう、はい、いきませんね、そうはダメです、そういうこといきませんね、自己破産から再び立ち上がり、現在お客様や企業、地球に優しい社会づくりを第一に考え実践する株式会社コーウェルの代表を務める宮本賢治。そんな男が掲げる今後の展望とは。あの社員と言ってるのは先ほど富士山の日本一取るぞって言ってますけども、うん、日本一を取れたら次はアジアで一番ということで、もう今東南アジアの方タイを中心にですね、人間を生かして今やり始めてる。社員の方が何人ぐらいおられるんですか。今100名100名おられるんですか。3人から始まった会社が、はい、そうです、そこでアジア進出も、はい、日本で一番になったらアジアで一番、アジアで一番になったら世界で一番という形で頑張っていきたいなと思ってます。いやー素晴らしいですね、気持ちいいですね、はい、なんか本当に貴重なるお話を伺えたような気がして、今後ますます発展を本当に願っておりますから、はい、頑張ってください。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力、いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする、エストラボ。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人はきちんとお薬手帳を活用できてますか。お薬手帳は病院に行くときにはもう忘れるね、必ずね。忘れますね。それより自分の症状の方にやられてるから忘れちゃうよね。
でそんなに病院ってね、健康であれば毎月行くわけじゃなかったりして、ちょっとね奥の方に入れちゃったりとかして、あ、そう、どこに行ったか分かんないっていうパターンがあります。スケジュール帳化になってるとき、置きっぱなしじゃないですか。でもやっぱり活用できるとすごく便利なものだと思うんですが、続いてご紹介するのは、みんなが元気な日々を過ごせる社会づくりを目的とし、電子お薬手帳の事業に取り組んでいます。こちらの企業様です。あなたは薬局に行くとき、あれ持って行ってますか？お金と処方箋？当たり前でしょ。いやいや違います、お薬手帳ですよ。あ、お薬手帳か。やっぱり持って行ってないんですね。でもそういう方多いですし、なくても薬はもらえるから大丈夫です。大丈夫じゃない。もし今あなたが飲んでいる薬に副作用があり、新たにもらう薬に悪影響を与えたらどうする？それを分かっていてもついお薬手帳を忘れてしまう。そんな方におすすめしたいのがこちら、電子お薬手帳ほっぺ。電子お薬手帳ほっぺはスマートフォンはもちろん、フィーチャーフォン、通称ガラケーでも使用可能。現在服用している薬を登録しておけば、薬局やドラッグストアで新たに薬をもらう際に、薬剤師に副作用などを確認してもらうことで、自分に合った薬を常時服用することができるのだ。しかし電子お薬手帳ほっぺの本当の凄さはこれだけではない。ほっぺを導入している薬局が薬をしっかり飲んでいるかなど、患者やその家族の健康管理までできるのだ。ということで今回は、画期的な電子お薬手帳ほっぺの生みの親、株式会社リーベンス代表取締役社長増田光弘をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ほっぺ、かわいい名前ですね。ありがとうございます、うん、これはどちらから来られてるんですか、その由来は。ほっぺっていうのはここにちょっとぬいぐるみがあるんですけども、はい、あのこれがキャラクターです、うん、かわいい。で、はい、ほっぺってあのちょっとここにこういう形でありますけれども、はいはい、HOPPE ってありますよね、はい、でこの P を取ったらホープ、うん、そうですね、希望ってことですよ、ね、で僕らのサービスはほっぺという電子お薬手帳サービスを使ってくださるたくさんの方の希望を膨らませていきたいということから、ほっぺという名前を付けさせていただいてます。携帯だとかそういうんだったら絶対持っていくものね、はい、でどこでも行けるな、そしたら。そうですね、そういつも何飲んでるんですかとかって聞かれても答えられなかったりして。そうなんですよね、はい、困ってたんです。こういう中でこのお薬手帳のボタンをポンと押していただくと、はいはい、そこから今その人がどんな薬を飲んでいるかっていうのが全部ここで一覧で出ますので、でそれここから今どの薬局に行って、はいはい、どの病院に行った時のこの薬は何ですかというのがここで一覧で出ます。でさらにその中に、うん、あの薬局からは、うん、あのお医者さんに行った時の薬だけが基本的に処方されますよね、うん、そうじゃなくて OTC ってあのドラッグストアから出てきている薬もこの中で登録していただいていると、はい、その患者さんが 今までどんな薬を飲んできたかっていうのが全部ここに表示されますので、うん、薬局で行くとその患者さんに新しい薬を出す時に、うん、この薬とこの薬を組み合わせると相互作用って副作用になっちゃう、うん、それを防ぐことができる、そういうサービスになっています。ネーミングから機能まで文句のつけようがないほっぺだが、制作期間は2006年から約7年を要した。ここでそんなほっぺを増田が作るに至った経緯を聞いた。僕あの2006年の時にあの薬局のオーナーから言われたことがあるんですね。どんなことかっていうと、うん、患者さんに選ばれる薬局作りをしたいって言われたんです。だから何それって最初全然分かんなかったんですけど、あの僕各地方の薬局にの待合室にずっとこうやってへばりついて、一日中薬剤師の先生と患者さんのやり取りをずっと見てたんですよ。
したらある地方の薬局で、薬局の建物の外を歩いている患者さんに向かって薬剤師の先生が外に出て行って、ナイナイさんちゃんと毎日歩いて散歩して歩けていてすごいね、血圧最近どうなの、あ正常なの大丈夫なんだねっていう会話をされてたんです、そうするとそれで帰ってくるじゃないですか、で他の薬剤師の先生と、ナイナイさん最近正常なんだってちゃんと運動していて歩いていいねっていう話をしてるのを見てこれだと思ったんですね、薬局にいない時も患者さんの状態を把握していない時も患者さんとコミュニケーションを取ってる、こんなのってすごくそんな薬局に通いたいですよね、じゃあこれを ICT のツールを使って実現しちゃおうと思ってこのほっぺを作りました。より人間らしく密な関係近い関係になるね、ね、ただお薬もらってただなんだっていう病院で診察してもらってこっちで薬もらってはいっていう感じではないですもんね、なんか雰囲気がここなんですけども、ここには全部自分のデータも入っててそれを読んでくれる人がいて、感じてくれる人がいてアドバイスもらうっていう、ただ一つだけ、すごいいいのできたねって薬局の方に評価していただいたんですけど、じゃあいくらだったら使ってもらえますって僕聞いたら、ただがいいって言われまして、ただがいい、ただだったらいいねみたいな、じゃあしょうがないからただで使ってください、患者さんも薬局も皆さん無料でこれを使ってください、その代わり薬局は患者さんのために徹底的にケアしてくださいね、っていう形で今我々のほっぺというこの電子お薬手帳サービスは皆さんに無料で使っていただいています。大丈夫なんですか？頑張ってますねえ、いや嬉しいですけどね、そうですよね、暮らしていかなきゃいけないですから ね、生活は暮らしていくために薬局のこの患者さんの状態を見ていただく画面の中に広告を貼らせていただいています。なるほど、その広告もちゃんとセレクトしまして、近所薬局とか薬剤師の方々にヒアリングをしてこんな情報だったら欲しいというような広告を貼らせていただいています。あ例えば新しい薬の情報とか、そういうのを広告として今貼らせていただこうということで今準備をしているところでございます。患者はもちろん薬局にとっても便利なほっぺだが、実際に使用している人たちの反応はどうだったのか。ほっぺを利用していただいている患者さんって薬の飲み忘れが減りましたという報告があったり、飲み忘れ例えば僕らのサービスの中で薬を飲んだか飲んでないかというレポートをする機能があります、でそれを薬局にはそのまんま情報として伝わるんですけれども、そうするとなんか飲んでないとちゃんとこう飲んでくださいねっていうのが来たり、この中で飲んだっていうボタンを押すと、この中にいるキャラクターが褒めてくれるんです。そうすると何かというと小さいお子さんがいらっしゃるお母さんたちからのご要望で、自分の子供が全然薬飲んでくれないと、これはいやいやいやって、でもこの中に薬を飲んだってボタンを押すとキャラクターが何々ちゃんすごいねって褒めると、服薬コンプライアンスって薬を飲む率が上がったデータが取れたの でキャラクターを男の子よ女の子よともう一個ほっぺのキャラクターを使ってその3つの種類を選べるようにして、それでやったら皆さん薬を小さいお子さんも飲めるようになって、そういうデータが今取れましたので、それで皆さんに喜んで使っていただいています。もう飲んだ飲んだって一生懸命頑張ってさ、ごっくんするのが難しかったりするんだけど、飲んだ飲んだっつったらそれを見たくなるんだよ、ね、どういうふうに言ってくれるかっていう、可愛いね、現代的ではあるけども非常に可愛い、その使い方ですよね、これ。そうですね、薬局の方々からはやっぱり前回薬を出してからまた車来てくださるまでの間の時間を埋めるツールとしてすごく有効だねっていうことと、もう一つ患者さんからすると、実はこの中の機能の一つにクリニックとか病院に行ってそこで待合室で待たされますよね、結構、その後病院と薬局で処方箋もらいますよね、で処方箋を薬局に出しますと、病院クリニックから薬局に移動するまでの間ってちょっとありますよね、で病院薬局から処方箋を出してもらったら、それをほっぺの機能の中で処方箋をここで撮影してそれを
行く薬局に送るんです。そうすると待ち時間が減りますよね、うんうん、できたもしかしたら行ったらもう薬ができているっていう風になって具合が悪い時とか、例えば小さいお子さんいらっしゃるお母さんたちって大変じゃないですか、待ち合室で子供ぐずってる、それが行ったら薬ができてるっていうとすごく喜んでいただいてます。で医薬局からも同じで、患者さんが指名して来てくれるので、あの空いてる時間に薬を作れるとかいうことで、あの忙しい時とそうじゃない時の時間をうまくバランスよく使えるということで喜んでいただいてます。これでも自分のウィークポイントをカバーするっていうことに なりますね、はい、それは別にこのお薬こういうお薬飲んでますって言って、例えば地方に、僕なんかしょっちゅう地方にいるんですけど、これないかなって普通の薬局、はい、ドラッグストアにっていうことですよ ね、そうですね、全然引っ張り出してこれでって、うん、今これの薬飲んでるんだけれども、ね、どうかなって、この相互作用がない、副作用がない、相互作用がないような薬をちょっと見てもらえませんかっていう相談でしやすくなると思います、うんうん、お薬手帳を常に携帯できるのはもちろん、薬や健康の管理などまさに薬局と患者その家族の架け橋となっている電子お薬手帳ほっぺ。最後にほっぺの生みの親増田光弘に今後の展望について聞いた。今までの説明させていただいたのは、しかするとヘルスケアっていうイメージだと思います、はい、これを使っていただくと、あの患者さんのヘルスケアが容易にできるよねっていうところだと思うんですけども、やっぱりあの希望を膨らますというイメージで言うと、そうですね、はい、あのライフケアの方も一緒にやってきて、生活のケアもしていきたいなということで、いろんな地域の活動にほっぺを取り入れていただいて、ヘルスケアとライフケアもサポートしていこうということの取り組みを実験的に今年はしていく予定です。ですのでウェラブル端末の業務提携も今相談をしていますし、そういう形でどん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 これを使ってほっぺを使っていただいた方が希望を膨らませていただくような、そういう世界を構築したいと思って今取り組んでいます。いや非常にまあ間違いなく広まっていくことだと思うしね、何かこうお話に男のロマンを感じさせていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、あなたは椅子に対してどういった考えを持っていますか？ただの生活道具、おしゃれなインテリア、そもそも考えたことすらない。日本人は椅子を単なる生活道具として考えている人がほとんどです。それに対しヨーロッパ、特にデンマークの人々にとっての椅子はただの道具ではなく、時間とお金をかけるべき大切な場所なのです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、なぜデンマーク人は初任給で椅子を買うのか。この本を書いたのは、上場企業のブランディングや多数のドラマのインテリア監修などで活躍している小澤亮介さん。人生を好転させる空間の生かし方や究極の空間づくりによる自己実現法など、あなたの人生を良くする空間づくりを教えてくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。